積み荷を行うガントリークレーン。新型東港にて、那覇港のガントリークレーン。那覇空港が近いためブームが途中で折れる構造になっている。対ン世界最大のガントリークレーン。ギャンタイラッフルズシップヤード、中国、遠大市、ガントリークレーンとは、一般的にレール上を移動可能な構造を持つ門型の大型クレーンである。橋型クレーン、門型機重機、 ブリッジクレーンとも言う。なお、ガントリーとは、複数の公脚の上部に水平な針を備えた、門型の構造物を指す単語である。カントリークレーンは、5表記。日本では、港湾の岸壁に設置されて、ISO コンテナ用貨物船に対して、コンテナの積み下ろしを行うコンテナクレーンを指すことが多い。コンテナ用ガントリークレーンは、特定重要港湾。 重要港湾のコンテナ船不当のほとんどに設置されている不当とコンテナヤードの間の運搬を行うシャーシーやストラドルキャリアと円滑に連携すれば1時間あたり ISO40 フィートコンテナを30個以上1時間あたりの取り扱い合計質量にして1000トン以上を200することが可能でありコンテナ船200の効率化に欠かせない機械の一つである ガントリークレーンについての直接的で公的な定義は日本では存在しないが以下の抗議と競技に分けられる抗議のガントリークレーン門型の構造物により釣り上げる対象物や作業域をまたがるクレーンである一般社団法人日本クレーン協会のクレーンの種類及び形式の分類にはガントリークレーンという表現そのものの記載がないが形状から 橋型クレーンがそれにあたる、競技のガントリークレーン港湾におけるコンテナ二役を取り扱うクレーンのうち、岸壁側2役を行うクレーンを呼ぶ、国土交通省の港湾二役機械の公式の整理では、軌動走行式二役機械のうち、船舶との二役に供する橋型のクレーンをコンテナクレーンと呼んでいる。これは、一般社団法人日本クレーン協会の分類表に照らすと、 橋型クレーンのうちのマントロリー式橋型クレーンに該当する。近年、国土交通省のガントリークレーンの標準化等検討会では、これをガントリークレーンとも呼び始めた。以下、競技のガントリークレーンの構造を中心に解説する。ガントリークレーンはエプロン上に、エプロンと平行に付設されたレール上を左右に移動するために脚下部に電動走行台車を備えている。 ガーダー内面のレールには運転室を備えたトロリが搭載されており、トロリから追加した巻き乗用ワイヤーロープ先にコンテナを把握するスプレッダーが取り付けられている。スプレッダーがコンテナを垂直昇降させるとともに、トロリがガーダー上を横行して岸壁と船内を往復することで岸壁と船内の二役を円滑に進めることができる。機械室には受変電設備、 電動機制御装置、巻紙電動機、横行電動機、ガーダー起伏用電動機などが設けられている。電力事情に恵まれていない不頭では、機械室内部に大型ディーゼル発電機を搭載して、電力を得ている。現在、日本国内では、高圧キャブタイヤケーブルで参照、交流 6600V を受電して、機械室内の受変電設備で参照、交流 400V、 三照、交流200ボルト、単相交流100ボルトへと変電して用いる方式が主流になっている。最大釣り場荷重は ISO20 から40フィートコンテナ1個釣り用スプレッダーを装備したものでは50トン程度のものが多い。ISO20 フィートコンテナを2個同時に釣り上げ可能なスプレッダーを装備したものでは日本国内で65トン。 海外では100トンのものも存在する。ガントリークレーンのうちコンテナに役に利用されるものには、コンテナを把握するために、スプレッダーと称する専用の装置を備えている。これは、コンテナ上部の四隅に設けた、隅金具の長円形穴にツイストロックピンを挿入し、固定することで30トン以上もあるコンテナを迅速、確実に把握できる。また、スプレッダーの以外に、 フックやバケット等の釣り具を取り付けることで、コンテナに役だけでなく、船舶や鉄工品、工作機械などコンテナとは、形状が異なる、様々な貨物の荷役を行うことも可能である。コンテナ船の大型化に伴い、用ほど48.5メートルを超える、スーパーガントリークレーン、56メートルを超える、メガガントリークレーンと呼ばれるものや、20フィートコンテナを、 同時に2個持ち上げられるスプレッダーも登場している。クレーン本体が岸壁と平行に移動することを走行といい、トロリーが岸壁と直角に移動することを横行、スプレッダーを上昇、加工させることをそれぞれ巻き上げ巻き下げという。クレーン上部には運転室が設けられ、日本の港湾に役業界ではガンマンと通称されているクレーンデリック運転士が岸壁や 船内の船内に役作業主任者、玉掛け作業者と連絡を取りながら、クレーン動作のすべての操作を行っている。競技のガントリークレーンは、荷役を行っていない時には会場に張り出したガーターを折り上げて、船舶の航行の邪魔にならないようにする。この姿から、キリンの愛称で呼ばれる。なお、ガントリークレーン直下とコンテナヤード間の、コンテナウパンは、シャーシーや、 ストラドルキャリアなどが用いられている。競技のガントリークレーンは、という条件が常に揃わなければ維持できないため、重要港案の象徴的な存在となっている。ありがとうございます。